アビスタオープン。スクナ丼とかもありますよ。美味しそう。皆さんこんにちは、レオンテトラのボーカル聖火です。今日は J リーグ再開ということでアビスパ福岡の試合がこちらレモンガススタジアムで開催されるということでやってまいりました。久しぶりの J リーグ楽しみですね。今日は、アビスパ福岡湘南ベルマーレと対戦ということで8月ここから連勝街道をまっしぐらということで応援をしていこうと思います。頑張れアビスパ福岡。スタグエリアを散策していこうと思います。すごいんですよここ。もう公園の中にスタジアムがあるんですけど、ずっとねキッチンカーがこんな感じでずっと奥まで並んでいるので、みんな多分好きなものを、選んで帰ると思います。見ていこうと思います。いいですよね。かき氷とか、夏っぽかき氷とか、チキンとか、なんかもう、何でも食べたいものあるみたいな、もう試合開始の、1時間15分前なんですけど、もうどこも結構並んでいるので、早く私も買うものを決めて、並ばないといけないなと思ってます。今日はね、平日の開催なんですけど、人がものすごく多いですね。シラス丼を買ってみようと思います。ガラボ、ここのシラス丼を買いました。シラス丼を買いましてどんどん散策をしていこうと思います。すごい、ハンバーガーとかもあったり、トンポロ、イクナ丼とかもありますよ。美味しそう。すごい、アイスとかもありますよ。アイス牧場、美味しそう。ウコツハンバーグ前食べたんですけど、ね、これめっちゃ美味しかったです。美味しかった。はい、どんどん歩いていきますよ。タコライスのお店だったりクレープのお店だったりいっぱいありますね。美味しそう。なんか夏やからかき氷のお店すごい多い感じします。はい、ここはですねクラフトビールのお店でございます。じゃあ私が大変飲みたいクラフトビールのお店ということで、これは楽しみですね。いいですね。スタジアムを進んでいくと、公園内にあるんですけど、こういう感じで水辺がありまして、子供ちゃんとか遊べる場所があるんですよ。こういうのいいですよね。なんか水遊びとかをしながら、試合開始まで待つという、そんなことができる、素敵な公園の中にありますよ。レストラン南時牧場さんの名物メンチカツを買いました。めっちゃ並んでおります。スタジアムに着きました。キリンでは年間6回 G1 という今日はまだ雨が降っておりません。東京の選手たちも久しぶりのリーグ再開で頑張ってほしいところです。一生懸命応援します。シラス丼いただこうと思います。うわー、美味しそう。いただきます。おいしい。もうシラスがめっちゃ柔らかくてふっくら、ものすごい量入ってるから、これもねご飯余りをしれずに食べられそうです。美味しい。続いてアボカドメンチいただいてみようと思います。おっきい。熱いです。いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ組に行きましょう。わあ、すごい。わあ、すごい。アボカドがすべて入ってます。丸ごと松本山田おいしい。背番号18岩崎を、背番号19
号88松岡大輝、背番号6前宏行、背番号8今野和也、背番号17ウェリントン、背番号27佐藤亮太、サブスティーザー、背番号1永石匠、背番号40池田樹楽、背番号19亀川雅史、背番号30茂木雅人、背番号25北島裕二、背番号7金森武、背番号9シャハブ・ザゲリ、そして監督は長谷部重俊。以上アビスパ福岡メンバーの紹介でした。最後まで応援いただき誠にありがとうございました。